見つかってるやん。博士アホうえ強いダメージ受けた結果があれ、あの白衣なんじゃ。一度安全な場所に戻らなくては。ディスクロニアクロノスオルタネイト。あ、ここは何そのホテルの案内板みたいなやつどっかのホテルみたいな感じ。ホテルっていうかショッピングモールみたいになっとんねん。あ、なんかこんなショッピングモール未来にありそうみたいなところ来ちゃった。ショッピングはモール跡地なんかな。イオンモールとかかな。崩れちゃってるのよ。ん？あ、ほんまじゃ。ハル。ん？奥にエレベーターがあるよ。行こう。こんな感じだったんやな、塔って。都会の方にある塔ってこういう感じなんかな、内装。知らんけど。東京タワーもスカイツリーも行ったことないけど、わからんけどさ。近未来の建物って感じがするな。あ、なんこれ？なんか名前が書いとる。あー、これなんか前に、なんか某所で聞いた、このアスラムクローズの創設者の名前で応募、参加してくださった、なんかプレイヤーの名前をつけますみたいなやつかな。なんかそんな企画をさ、とあるディスコードサーバーでやいよったような気がするんやけど。緊急時につき管理エリアへのアクセスは制限されています。ダメなんね。あ、待って、今それ思い出したけどさ、使えなくなってる。あの謎解き装置のそばにあったコイン拾い忘れとんやけど今さら思い出したわ。お前あれあれやな、多分前作のアルトデウスのコインやな。忘れとった。話関係ないけど、バーストったって思ってしまう。もしかも戻ってこれないかもしれない言っちゃっとけんな。ここに来るまでわからなかったけど。もう話には関係ないんですけどさ、今ちょっとさ、後悔してる。小さい頃、博士と来たことがある。あ、そうなの。姉さんと一緒に、リリーに会いに来てたんだ。うん。リリーに？リリーここにおるっていうこと？リリーはここのこと、何も覚えてないのよ。あ、でも機械やけんな。博士が意図的に消したっていう考えもあるな。できるぞ、そういう考えが。リリーは12年前はまだ上の実験室で眠ってた。あ、起動もしてないってことか。目覚めてもなかったんじゃ。うん、ノエル、このエレベーターの他に上に向かう方法は？資材を上に運ぶためのリフトがこの階にあったはずだよ。はあ、モニタールームに行けば動かす方法がわかるかも。モニタールームか。わかった。モニタールームに行こう。よっしゃ。はよ追いかけんかったらな。モニタールームですね。あ、それっぽいのをノエルが見つけてくれて、またここに名前が。あー、来た来た来た。それ見て、右一番右の一番上見て、刹那圭介の名前ありますね。俺もこのアスラムクローズの創設者の名前にね、入れてもらっとるんですよ。そうなるとさ、歴史的どういうことってなることになる。だってさ、春の部屋にあるあのヘッドホン、人気ゲームプレイヤーの刹那圭介のヘッドホンみたいな、人気ゲームプレイヤーであり、この都市の創設者みたいになっとけんな。すごいことになっとるやん、俺。この世界の俺すごいマルチで活動してるって。これが物販、え、モニタールームここか。ここの部屋は入れそうだよ。オッケー、モニタールームって書いとるわ。でもリフトってどれなん？リフトがどれなんかもすごい気になるんやけど、あっちがエレベーターだったら、あれがリフト？物販用の。なんかそれっぽいね。まだ何せこっち入らなあかんわけで。ダメだ。これじゃあ、ボコボコに壊されてる。あ、あとなんか記憶読み取れるやつあるぞ、あれ。
なんだい？塔の制御室は最上階にあるみたいなのよ。うん。局長もきっとそこに向かってるの。最上階までどうにか行かないかんのか。3階にもここと同じモニタールームがあるみたい。あ、じゃあとりあえず3階に行かなあかんのじゃ。まずは3階から高層階に向かうエレベーターに乗れば最上階はすぐだよ。そうか。3階までは資材用のリフトを乗り継げば行けそうだね。ああ、こんな感じで緑で抱えて書いてくれとけんな。重要の部分わかりやすくて助かります。ロックがかかっているみたいだけど壊れてはなさそうだ。なのこの辺りで解除できるかもしれないので、その解除の方法はあれで見るんじゃないかなっていう。まずはリフトを動かす方法を探してみるのだ。 OK。 でもちょっとさあれだってわかるんやけどさ、もっといろいろ調べてみたいなっていう欲が、ま、回ってしまうよな。これこういうゲーム、そうでしょ。話を聞かせろ。この辺りの装置きっと僕らが追ってこれないように壊したんだ。よい、周到すぎるな局長。特に調べてもめぼしいもんはない感じかな。そうだね。じゃあ早速これを。これはドローンに関する端末みたいだ。これもバッチリ壊しとるけど、これに関しては記憶が読み取れると。壊れてしまっているみたいだけど、読み取るのは対象が壊れているかいないかっていうのは関係ないらしいな。ベーンや能力。あ、アイリじゃ。これ誰知ってんだ。博士か。エレベーターの操作ができなくなってます。多分ソニアが塔の制御。あ、この頃もさ、ソニアがこういう妨害をしとったんじゃ。もうもろにさ、俺が知りたそうな話をしてくれるっていう話になってきとんじゃないわ。物資運搬用のリフトはどうだ。ああ、もうホットなさ、俺のニーズに応えるようなホットな話題になってきた。マイヤがまだ3階に取り残されてしまっているはずだ。早く行ってあげなければ。私たちの権限はロックされてます。でも非常時用のタグなら。ほんま見た目まんまの状態でこっちに飛ばされたんやなっていうのが分かりますね。ちょっと待っていてください。貴重なアイリと博士の会話シーンって感じがするけど、あったっけな過去にこういう目を向かって話してるシーン。フロアにはドローンが巡回しています。気をつけてください。あ、なんかある。私はエレベーターをセキュリティキーってやつかな。確かこれもう少し調べてみます。わかった。この時代もお母さんがなんかやゆったってわけで。あ、このタグでリフトを起動できるはずだ。ベータに見つからないようにリフトに向かおう。ほうほう、こんな感じでやゆったわけじゃ。タグがいるんじゃ。タグ探さあかんのか。今のは12年前の博士の記憶だ。博士とアイリさんは二人でここに来て上に向かおうとしたんだ。母さんを止めるために。え、前回のパートとかに言おったさ、その局長イコールソニア説だったらさ、12年越しで同じことをやろうとしおる感じになっとんじゃ。ある、何か見えたなの。12年の時を待ったみたいな感じになってるな。なんかリフトの起動に使うタグは12年前は隣の部屋にあったみたいだ。あの隣の部屋。でも12年前博士がホールに持ち出して今はあそこにはないはず。ホールの方も調べてみよう。よし、
よう、なんだ？島内に異常を検知しました。強い揺れに備えてください。え？バタバタしおったリリー、今可愛かったね。今収まったなの？何が起ころうとしょんねろ。さっきの揺れちょっと怖かったのよ。なんかやばいこと起こるんかなってちょっと思っちゃったな。え、なになになに、見てなかった。あー、なんだこれ。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんだこれ。あ、博士の服か。それとこれはなんだこれ。ある、見てなの。男性用ベルト、ベルトなんじゃこれ。さっきの揺れで上から落ちてったみたいなの。こんなもん都合よく落ちてくる。あの枝に引っかかっていたのかな。枝に引っかかっていたって何やお前。血がついてる。これは誰のものだろう。これは博士の白衣。さっきの揺れで上から落ちてきたのか。こんなもん都合よく置いてくるかね。みたいだ。まあ曲見ましょう。ゴー。あー、あの続きじゃ。このタグでリフトを起動できるはずだ。ベータに見つからないようにリフトに向かおう。あ、でリフトに向かうところを見せられるけん、その時にタグがどっかに落ちたとかあるんかな。見つかってるやん。博士アホ、うえ。強いダメージ受けた結果があれ、あの白衣なんじゃ。一度安全な場所に戻らなくては。あ、宇宙船は俺博士。ナイスショット。大丈夫ですか。あんまり大丈夫じゃなさそうですよこれ。あ、ベルトで止血しよったんね。大丈夫だ。しかし、すまない。この足では足手まといになる。足だけに？アイリー。そんなこと言おう場合じゃないか。ソニアを止めてあげてくれ。私もすぐに追いかける。いえ。博士はここにいてください。ソニアは私が止めます。あ、待てよ、よう考えたらさ、この後いろいろあって、アイリがさ、こっちの時間帯に飛ばされたってわけだろ？そういう感じか。何かがあるんじゃ、ソニアとアイリの間で。12年前。ここで怪我をして博士は足止めをされたんだ。博士が怪我をしないようにすれば何か変わるかもしれない。そっかそっか。ちょっとエピソード3になって、まで2から3の間まで結構間が空いたけん忘れとったけどさ、過去に干渉できるんだったわこのゲーム。どういうことか。というわけでもう一回これ見ろってことか。過去への干渉シリーズか、これ過去の展開を変えるパターンが来るのね。ベータに見つ、あ、俺がやるんじゃ。なんかそんな気はしとった。ちょっとなんかいかにもプレイヤーにこれやらせるような感じの展開やなって思っとったけど、やっぱするんじゃって。なるほどね。博士はちょっとトンチンカなところがあるからね。あー、やばい。博士の二の舞になるところだね、お前。後ろついていけばいい。まあいいよやな、こいつ。だったら、こっち側に回り込んでしまえば死角に入れるな。あ、こわ。
おったったった。右前のやつがそっちに向いたときにかな。よし。でここ待機して、あ、このまま後ろついていったろ。いいですね。一旦ここで待機。あ、これで終わりか。あ、ここで、ここか。オッケーオッケー、突破できた。これで上に行ける。先を急ぐ必要があるが、マイヤとリリーがまだ3階にいる。早く行ってあげなくては。うん、これで3階に行って、なんかどういう運命に変わるか。床の血がなくなってる。博士は上に行けたんだ。あ、そっか、床になんかあったなと思っとったんや、赤いんが。あれ血だったんじゃ。これでリフトも動くようになったかもしれない。よっしゃ、リフトどこやったっけ。こっちやだ。どうよノエル、リフトが動いている。あ、動いてる。よっしゃ。12年前、博士がリフトを起動したから現実が変わったんだ。とんでもない能力やな、やっぱこれ。ハル、これで上に行けるよ。急ぐなの。よっしゃ、タグを探す必要なかったか。こっちやだ。あ、タグ乗っかってる。ご丁寧にタグ乗っかってくれてる。3階以下だかん。これ2階行ったらどうなるかな。ちょっと探索してみたい感もあるな。できるんだったらしてみたいけどさ、できたかな。じゃあ止まっちゃったの。上を見て、枝が絡まっていてこれ以上進めないんだ。どうにかして屋上へ行く方法はないかというところか。お、バイオハザードワンシーンみたいやな、このあれをなんとかしないと。この辺りを見てみよう。このフロア、なんか気になるもんあるな。あれ、ポットがたくさんあるね。植物に関係する研究をしていたフロアなのかな。見て。うん？なんだい。この木の周りは瓦礫が落ちてないみたいだね。ああ。なの、この木の感じ、博士の家にあった木に似てるのよ。あ？塔の中の粒子の影響で異常成長してしまったのかも。うん。まだなんか起ころうとしてる。収まったなの？あー、もうおっかねえな。まだなんか落ちてきたってことか。見て、瓦礫が枝に引っかかってる。あー、これか。この木のおかげで無事だったんだ。ありがとう。怖いって。他に上に行く方法がないか。この辺りを見て。なんか重要なアイテムが落ちてきたわけじゃない、今回は。この木の周りにいれば瓦礫も落ちてこないし安全だ。でも、ハルが悪いことしないようにリリーが見てるから安心するなの。ノエルはリフトの周りを見ててほしいなの。ああ、わかった。行くぞ。このフロアを一通り調べたいけど、通路は瓦礫で塞がれていて通れそうに。マジか、瓦礫をどうにかする方法からやるんかな。2階っていけるんこれ。いけんか。じゃあ一個ずつ調べていくか。まずはこれが金が取ったんやけど、なんなんこれ。通路が瓦礫で塞がれちゃってるの。この木がもう少し大きかったら瓦礫を防いでくれたかもしれないけど。この中におったやつか。こっちの木は異常成長していないんだね。多分カバーがしてあ
カバー外せんのかな。瓦礫を何とかしないと先に進めない。どかす方法がないか調べてみよう。どれどれ、これはこのポットだけ壊れてないな。このポットだけ壊れてないな。これはどうにか壊す方法点があるんかな。デンジャーみたいなマークがついておけど、これなんか水のマークがついてる。水を与えたら成長してしまうみたいな感じなん。あ、電圧、なんか電圧でなんか起きそうな感じになったんだよ、これ。このポットだけ壊れ、この情報は必要やな。これは制御室、いかにもこいつをどうにかできそうな、植物をどうにかできそうな感じだよ。ここは植物の研究室だ。わ、なんか温度的なもん書いとるでないよ、お前。温度調整できるで、これ。これだわ。それ以外なんかあるかっていうか、そんなわけではなさそう。一旦外戻って温度関係の情報を見てこぐ。あれ、温度のこと特に書いてない、これ。なんか水が1リッター2リッターみたいな、1000ミリリッター2000ミリリッターみたいなこと書いとんと、電圧が500ボルトと1000ボルトの中間あたりで何かが起こるみたいな、そんな書き方をされとるな。温度関係ないな。温度の情報はないな。あ、これは機能停止中、充電してください。充電が足らんのじゃ。操作用のタブレット端末か。この研究室の職員のものだったのかな。少し汚れてる。電源もつかないみたいだけど、過去を見ることができそうだ。過去を見て情報を得られるんじゃ。あの植物のさ、動向っていうのがわかるんだろうかな。粒子濃度が上がってきているな。この植物はアイオン粒子の影響で異常な成長をするという報告がある。今のところ影響ない範囲のようだが、念のため植物管理ポットの状態を確認しておこう。もしも植物管理ポットが壊れていてカバーが開いてしまったら、植物に異常が発生するかもしれない。カバー開かなあかんのな、とりあえず。うん、さっきの部屋15度ってあったな、今。植物管理ポットのステータスを案内します。どれ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 、これ重要。500ボルト、外も500ボルトだった。40度。あ、これ室内度で変えれる多分。あと500ミリリットル水の量か。現在のポット内の温度、湿度、電圧は適切です。ただし、これが適切。ポットを開放する場合は外部環境に適した数値に調整する必要があります。外部環境、確かカバーの状態を確認するには、あ、植物管理ポットの開放確認手順を開始します。オープン開いた。これは開放ボタンだ。開放ボタン。そんなあからさまに見せてくるようにさ、ミスするな、お前。現在の電圧では開放後事故が発生する危険性があります。現在の電圧では500ボルトではってことか。植物管理ポット内の温度が外気温と離れすぎています。はあ。現在の湿度では開放後土壌が過湿になる危険性があります。エラー。現在の設定は開放条件と適合していません。開放させるためには条件一致させなあかんわけで。要は開放条件が書いとったんか、これ。この二つって解放させるための条件なんやな。要は水は1000ミリリッターじゃないとあかんのやけど、500ミリリッターだからダメですって。こっちは電圧が基準がこの範囲750ボルトぐらいかな、なんやけど500ボルトだからダメです。
温度はさっき15度って書いとったな。それがこっちは40度だからダメですみたいな。この15度の分は今の世界、今の時代だったら20度だったな。ってことだ。危なかったな。カバーを開けると植物に異常が起きかねない。そうかそうか。大体理解したと思う。でも充電がつくのだったらさ、いじりようがないんか。粒子の影響で異常成長する植物。あ、これも過去に手つけるんか、もしかして。もしかしたら過去で植物を成長させ通れる場所が増えるかもしれない。おお、もう過去のなんか歴史改ざんしすぎよ、のこの男。カバーを開く。これドラえもんの世界だったら未来から警察が来るって。いじれるんやな、つまり。おっと、危ないのところだ。警備員に、いやいや、研究員にあれ、いじらせるんじゃ。おっと、危なくなる状態に。この植物は今のと、もしも植物。植物管理ポ現ただし、こうじゃ、俺がいじれる。これ電圧調整、水の量も調整、温度下げなあかんのかな。これじゃ、これでいいんちゃうか。開くんちゃん、これで。植物管理ポットの開放確認手順を開始します。どうよ。装置の電圧正常。おう。温度設定適正。オッケー。水量設定適正。オッケー。開放条件が適合しました。植物管理ポットのカバーを開放します。開いてちょ、線開いてちょ。これで通路の状態が変わったかな。つくづくやばいことやってるんじゃないかなと思うんですけど、歴史か、なんかある。なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、オタク何よこれ。なにこの光、すごい気になる光的やけど、なんでもないこれ。すごい気になるモデルみたいやけど、これなんすか、リリー、これなあ。このフロア植物がたくさん。いや、俺、あれの方が気になるんやけど、これ。なんか VR ゲームであんな光を操作してゴールにたどり着かせるようなゲームあるぞ、お前。あの大きな木、博士の家にあったのと、ちょっと感じが似てるのよ。そっか。瓦礫がなくなってる。あの植物が成長したおかげだ。ナイス。オッケー。そしたらこれ、粒子汚染の実験室。ほうほうほう、ここか、とりあえず。ここは何かの実験の準備室かな。たくさんモニターがあるのも。なんかないかな。うわ、結構気になるもんあるな、これ。けど調べれるの、この扉か。なにこれ、なにこれ、なにこれ。ナンバー6桁のパスワード。反応しないな。パスコードが必要みたいだ。パスコードだと。ハル、こっちに来てなの。なんかあった。それなりに見たつもりやけど。見てなの。うん、こっちのモニターに何か表示されたのよ。あー、ははーん、薬品を探せってことか。声に該当する薬品を探せってことか。ここに保管されてる薬品の管理パネルみたいだけど。
あー、理解した。ナンバーって6文字のアルファベットやけんさ、その頭文字をこれ、この薬品の名前の頭文字と当てはめて、そしたら薬品になんか番号が当てはめられとるけん、それを入れていく。ただし薬品のうち2つがナンバーがわからん状態になっとるみたいな感じか。パネルの数字は下に置いてある薬品の数と関係しているみたいだね。うん、どうして急に表示されたんだろう。なんか開けてくれと言わんばかりに、扉にこれパスワード入力してと言わんばかりな感じの、何なんだろうな。何かが局長のワウダカミを止めろと言わんばかりに用意してくれた感じになっとんで、なあ。ハル、この数字もしかしたらパスコードと関係してるかもしれないのよ。それは分かってるわ。まあちょっと話が聞きたかっただけ。光るってことは触れるん、これというわけではないん。裏チル、なんか分からんけどさ、とりあえず番号を調べなあかんのやな。調べる方法はいずこ。その裏チルとやらはどこかにあるん、あるわ。これか。別段なんか数字が書かれとるような感じがないけど。お手にナンバーで並べられとんだよ、これ。これ、頭文字にナンバーで並べられとんだよ、これ。ご丁寧に並べてくれとるし。あ、なんか分かってきたぞ、これ。あ、これあれか。さては、これ薬品のさ、この数字って、この中にある薬品の数じゃないん、これ。例えば、このボーンとかいうさ、9ってあるやつ、この中にボーンの壺が、瓶が9本あるんじゃん。ここに8本固まっとんと、下にあるやつで9本。あ、やっぱそうじゃ。そうじゃ、そうじゃ。る、一番上の R から始まるやつが、ここ1本と、下のやつで合計2本。つわけに2になるわけで、その先、さっきから夜、ウラチルは、ここの真ん中に2本あるんとしたので3本かな ?3 か!ってことになるな。おそらく。うん。ウラチル3で、R のやつが2で、一番下が3になるわけじゃ。それを当てはめて考えていけば、なんだ ?834、834、834、834、8、8、3、4、9、8、3、4、9、5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 、2、8、3、4、9、5、2、これでいいんちゃうん。おっしゃい、おっしゃ、冴えてるわ、今日。なんだか、ここでも。わあ、木がたくさんありすぎてさ、この木、なんの木、気になる木、みたいな。うだいだなってくるわ、お前。また塞いでんの。邪魔になっとんか、助けてもらっとんか、ようわからんな、これ。木のおかげで助かっとるようで、木のおかげでジャムになっとるようで。あ、またパズルパターン来た。しかもなんかこれ見たことある気があるような気がするな、このパターンは。ボタンスイッチ押したらどっかが動いてみたいなパターンな気がするな。これは貯水タンクか。貯水タンク、上にあるスプリンクラーとつながってるみたいなのよ。
この装置は実験に使用する薬剤カプセルを作るためのものみたいだ。薬剤カプセル、そこにある機械のことなの？今は電気が落ちちゃってるみたいなのよ。電気回復させるとこが始まるんかな。これはこの実験室の説明みたいだ。ここでは何の実験をしてたんだろう。ここに書いてあるのよ。ここでは粒子汚染に弱い植物の耐久実験をしてたみたいなの。この植物は粒子の濃い場所ではしおれちゃうみたいなのよ。あ、粒で、ってことは粒子を濃くすればしおれさせることができるってことか。なるほど。ここにある貯水タンクに薬剤のカプセルを入れることで上のスプリンクラーから散布される水質を変化させるんだね。なるほど。この装置、電源が入ってないなの。ここにある回路をつなげると電源が入りそうなのよ。あ、その回路かこれ。なるほどね。で、これが謎解きになっとるんじゃない、おそらく。押してみたらこう。あー、なんか見たことあるこのパターンは。おおむね前にも見たことあるな。これは前みたいにさ、後ろから調整していくパターンのやつよ。後ろから整えていく感じなんよ。なんかやっぱり俺天才じゃないのすか。こういうのってさ、出口から考えていくんがやりやすいんよ。カプセル、あ、これか。これで汚染させるってことか。汚染物質の濃度を濃くすることができるっていいか。お願いします。おお。で、これを投げ込むってこと？で、下手くそ。はい、いいね。あ、これを全部に対してやれってことかな。おお、なるほど。うまーい。あれ。あれやな。あー、ちょっと狭いところを投げ込まなあかんのじゃこれ。と、あー、どうかね。意外と難しいね。そこか。あー、邪魔。お前、手前の邪魔か。そうか、手前の方が邪魔か。さっき手前の潰した方がええのか。よし。そんでもってからのこうか。あー、フリースロー苦手なタイプだろ俺。あー、ようやく入ったわ。ほいでよー、ナイス。オッケー。リフレッシュルーム。ここのお部屋、休憩室みたいなの？ぽいかな。なんかいろいろ道具があるのが気になるが、別にこれは調べれるわけじゃないと。こっちじゃ問題は、あ、懐かしの絵。これはシェルターにあると似てる。あ、え、これ誰？なんか知らんキャラおらんか。右、一番右がノエルで、左から二番目がマイヤで、あと二人誰？てかあれじゃない？知らん二人のキャラクターでなんか、さりげなくエピソード3のなんかキービジュアルの後ろの方に背中向けて立っとった人じゃない？そうか、ノエルとマイヤが知ってる誰かが二人おるんじゃ。完全な新規キャラクターでないか。誰これ？できた。マイヤか。ねえ、姉さん、それ誰なの？
この時点ではここにおるんが春みたいな感じになってるな。わからないの。え？わからない？何どういうこと？塔のエントランスで人とすれ違ってその瞬間パッて浮かんできたの。パッて浮かんできた人って何やろ。この子きっとこれからアストラムクローズに来る。あ、パッと思い浮かんだのが予知夢みたいな感じなんかな。未来が見えたんか。なんだ？あ、アイリか。アイリさん、どうしたの？よかった。やっぱりマイヤが持ってたんだね。何を？クレヨンのこと？クレヨン？エントランスに落ちていたの。もしかして、さっきすれ違った人が落としていたものだったか？ごめん。これは持っていくね。ソニアの大切なものなの。あの人も絵を描くの？これはソニアの息子の形見なの。形見？いや形見って言い方、形見って言い方。春死んだみたいになったね、こっちの世界は。マイヤと同じくらいの年。生きてればとかいう言い方やめような。どうして死んじゃったの？変異体の差別がひどい地方で育って、博士が保護しようとしたけど間に合わなかった。ああ、そうじゃ、エピソード2でさ、その地域での暮らしっぷりっていうのを見せられようだな。そうじゃ、あのエピソード2の過去の記憶、ラスト誰かに殴られて終わったんじゃなかったっけ。もう行くね。あの時かな。ソニアのことそのうち紹介させて。マジか、もうハル過去に死んだ人間っていうことになっとんか。それならもう、どちらの未来になるか決まってるの？姉さん？まあいや、もうなんか意味深なこと言おるし。今の映像どう整理すればええん？マイヤのお部屋と少し似てるなの。そうなんだ。マイヤとノエルが時計塔に来た時、きっとここで過ごしていたんだ。なの。ハル、リリーたち、早く行かないとなのよ。おう。ノエルが待ってるなの。うん、行こう。これで外はもう、いろいろと変わっとんだろうな。ノエルは？向こう側か、そういえば。向こう側に待機しとんかな、確か。ハル、この枝、上の階まで続いてそうなのよ。え、これ伝って上行くん？これを伝って行ってみる。あ、マジか。そうきたか。気に邪魔されたり、助けてもらったり、なんかいろいろお忙しっすね、キーさん。キーボーって名前つけたろうが。ノエル向こうにおるな。出てこんでもよかったかな。よいで行っちゃうよ。